はい、どうも皆さん、こんばんは。えー、今回はですね、J. ホワイト選手に関してのお話をね、していこうと思うんですけど、まあ、J. ホワイト選手といえばね、これ、ヒクレオ選手との追放マッチに敗れて、まあ、こう日本をね、えー、文字通りまあ追放されてしまったわけで、まあ、個人的にも僕く非常にまあ J. ホワイト選手と、まあ、同い年ってこともあって、すごい好きなレスラー,ーでもあったので、まあ、非常にね、悲しんだわけではあるんですけど、まあ、そんな J. ホワイト選手ではね、えー、一体次ど どの道を進むのかというところが非常にこう気になる部分かなというふうに思うんですよ。まあ、こう数多くのレスラーが J.、えー、ホワイト選手に対してこうグッバイ J. とか J.、まあ、今までありがとうみたいな言葉をね、えー、綴っていたわけではあるんですけど。 わけではあるんですけど、では一体 J は次どの道を進むのかと、まあ、WW に行くんじゃないかとか、まあ、AEW に行くんじゃないかみたいな、こういろんな予想がね、えー、立てらえているわけではあるんですけど、まあ、今回はね、そんな J ホワイト選手の次の道について、えー、こシンディオンプレスのまあ英語実況をね、務めていらっしゃいます、ケビン・ケリーさんって方がいらっしゃるんですけど、まあ、このケリーさんがですね、今回海外のインタビューで、まあ、この J ホワイト選手に関しての自分の考えを話していましたので、 こちらをちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まあ、こちら最初に言っておきますと、えー、ケリーさんはまジェイ・ス選手がね、えー、新日本を辞めるとは思っていなかったみたいで,で、僕も結構ね、このインタビュー読んで似たような考えだったので、まあ今回そちらをね、ご紹介しつつ僕の考えなんかもね、えー、話していこうかなというふうには思っております。ぜひね、えー、最後までご覧ください。では早速ね、本題入っていきましょう。 はい。で、早速本題なんですけど、まあ、今回ですね、海外メディアのインタビューに答えたのが、まあ、新日本プレスのニ,ニュージャパンワードの英語実況を務めてらっしゃいます、ケビン・ケリーさんって方がね、まあ、いらっしゃるんですよ。この方もずっと新日本プレスの英語実況、英語実況を務めてくれていて、まあ、非常にこう優秀で面白い方ではあるんですけど、まあ、そんなこう、ケビン・ケリーさんというのが今回ですね、まあ、この J 選手 VS ヒクレオ選手の追放マッチの一戦についてとあ、 え、ついてとか、まあ、さらにはこうジェイホワイト選手の、まあ、次なる道ですよね。ジェイは本当に新日本プレスをやめるのかとか、その辺について、え、話していたんですよ。まあ、そ、まあ、その内容というものを、ま、ちょっと簡単に紹介してみますと、え、このケビンケリーさんが言うにはですね、まあ、この試合に関しては、まず、えー、誰一人として喜んでいなかったと。まあ、負けるべきして、えー、負けるべくして、えー、負けたんだよと。まあ、この現在のトップ選手である、えー、スイッチブレードジェイホワイトか、あるいは将来のトップ選手である。えー ヒクレオどちらかがいなくなる試合だったと、まあ、現在の最強トップである J をこう新日本プレスを諦めるのかそれともこう数年後にその J の記録をね塗り替えるであろうドラフト1位をねつまりヒクレオ選手ですよねを諦めるのかと、まあ、そういう試合だったんだよということをこうケビン・ケリーさん語っていると。 さらに、ケビン・ケリーさんというのは続けて、まあ、このレオ選手に関してもこんなことを言ってまして、まあ、ヒクレオは確かにまだこの J ・ホワイトがやったことをやってきていないと、ただ、まあ、あの場にいたということが、ヒクレオの才能の高さをね、物語っているんだよと。まあていうふうに、ヒクレオ選手がやっぱりこ J ・ホワイト選手の引退試合の相手を務めたことに関しては、非常にケビン・ケリーさんも非常にこう高く評価していると。 さらにこうケビン・ケリーさんというのは、まあ、こう J ・ホワイト選手が本当に新日本を辞めるんじゃないかということに関してはえ J が新日本を辞めるやそんなことないと思うよというなことをケリーさんは言っていると、まあ、その理由としては、まあ、これはきっと彼が望んでやっていることだと思うんだよと、まあ、つまり J が望んでこういう追放マッチをしたとそして J の次なる目標としてはもちろんアメリカを征服する以外何があるというんだと。 で、そのアメリカを征服するって言っても別にその新日本のもとで、それができないなんてどこに書いてあるんだと。だってそうでしょと。現在新日本っていうのは、アメリカを拠点にした活動もあるし、J が新日本を辞めるとは私は思えないね、みたいなことを、まあ、今回こうケビン・ケリーさんはいたわけではあるんですよ。 まあというふうにね、今回ケビン・ケリーさんのインタビューの一部をちょっとご紹介したんですけど、ケ、まあ、リーさんのコメントちょっとまとめてみますと、まず一つ目、こちらが、まあ、あの追放マッチに関しては誰も本当に幸せにならなかったと。二つ目、こちらに関しては、えー、ジェイ・ホワイト選手は新日本を辞めないと。まあアメリカの征服が狙いだろうと。そして三つ目が、えー、選手のヒクリオ選手の才能の高さを非常にこう褒めていたわけではあるんですよ。 一つ目の、まあ、あの試合はね、誰も幸せにならないってことなんですけど、まあ、これは実際僕もね、えー、その通りかなっていうふうに思いますね。まあ、あの、あの追放マッチ本当にまあ見ていて、えー、とてもまあ悲しくて、僕、ヒクリオ選手好きもこの J. ホワイト選手好きも本当にまあ誰もこう幸せにならないような試合かなっていうふうに思うんですよ。で、会場のお客さんっていうのも、歓、ま、声、あ、を送るのにも、例えばこうヒクリオ選手に歓声を送ると、まあ、それはつまり J. ホワイト選手の追放を願うことになりますし、J. ホワイト選手に歓声を送る 逆に、まあ、こう、ひくりょう選手の追放を願うことになるので。なかなかに、やっぱ、こう、大阪のお客さんっていうのも、まあ、歓声がこう、送りづらい状況だと思うんですよ。 で、今回は、このケリーさんの言う通り、現在、このトップの J. ホワイト選手を失うのか、それとも、え、将来トップ最有力候補のヒクリオ選手を失うかなんて、とてもやっぱ選べないかなっていうふうに思うんですよ。まあ、そんな、え、悲しみを背負ったのが、追放マッチだったので、見ていて、え、誰もこう、幸せにはならなかったんですけど、ただやっぱそういう試合だったからこそ、逆にこう、感情を動かされて、とてもまあ、名勝負になったのも間違いないわけではありますので、え、なんとまあ、難しいところではあるんですけど、ただできれば、 こういう追放待ちとか、まあ、数年に一度ぐらいにしていただけると、えー、嬉しいかなというふうに思いますね。じゃないとちょっと心臓が持たないので、まあ、こういう追放待ちは本当に特別な時だけにやっていただきたいなというふうにはちょっと僕も個人的にはね、えー、思ってますね。そして2つ目の,、えー、この J. ホワイト選手は新日本プレスをやめないとアメリカ征服が狙いだろうっていう今回のこのコメントなんですけどこれは僕に結構ね、まあ、興味深いかなというふうに思いましたし実際僕も結構同意見な部分が多いんですよ。 やっぱこう実際 J ・ホワイト選手って光オ選手に負けたことによって確かにまあ日本っていうかまあ新日本プールスを追放されたわけではあるんですけどただまあこの J ・ホワイト選手の対談っていうのはまだこうどこも正式には報じていないですしまあ海外メディアも J は対談したっていうような情報はまあどこにもないと。 では確かに、なんかこう WWE が、WWE とかがまあ J. ホワイト選手を狙っているみたいなこうリーク話はえあったりしたんですけど、ただそれもなんか今現在はあまりこう話が進んでいないっていう反応もまああったりするわけなんですよ。まあつまり WWE と J. ホワイト選手がまあ契約者とか繋がっているっていう確固たる情報は今現在入ってきていないと。 まあつまり、今後の J. ホワイト選手のまあ挙手ですよね。一体 J. は次どこに行くのかっていうのは、まだこう何も分かっていないということなんですよ。さらに言えば、この J. ホワイト選手のまあ最後のバックステージコメントっていうのが、ちょっとまあ俺はね、バレットクラブをえこれまでにないほどでかくしたかったんだよと。ただ皮肉にも、体だけがね、でかい低量にやられて、日本を去ることになったと。 そして、ゲドー選手に対して、えー、君もアメリカに来ていいよ。まあでもゲドウ、えー、俺はわからないよ。まあちょっと待った方がいいかもしれないと。えー、少し時間が欲しいんだと。そうだと、えー。ヒクレオの言う通り、もうスイッチブレードの時代は終わったかもしれないと。まあタマにも、えー、岡田にも負け、えー、ついにヒクレオにまでやられてしまったと。 まあ君の信念や運命が揺らいでしまうと。まあ、ひとまず俺は行くと。俺はまだ終わっていない。ここで終わるわけにはいかないっていうふうなえ、っていうふうなえ、何やら今後がありそうな匂わスコメントも J. ホワイト選手はえ、これしているわけではあるんですよ。なんかこのスイッチベイドの時代は終わったっていうふうには言っ,言ってますし、まあ、日本を去ることになったっていうふうには言ってるんですけど、ただま、俺は終わっていないとか、なんかゲドー選手に対して君はアメリカ来ていいよみたいなことを言っていたり、何やらこう J. ホワイト選手と新日本プールスのえ繋がりが完全に いいととは思えななようなコメントをしているとそしてゲド選手というのも別にこう J ホ・ J ホワイト選手のことを見限ったりとか喧嘩したわけでもなくなんか J ・ホワイト選手についていく意向を示していることからもやっぱ,こうやっぱこう新日本プレスと J ・ホワイト選手はまだつながっている可能性はあるかなっていうふうに思うんですよ。 なのでこれもしかしたら、ま、ジェイ・ホワイト選手、スイッチブレードとしてのジェイ・ホワイト選手が終わって、こう何かしらの変化を遂げて、またこう新日本プレスに戻ってくる、戻ってくるという可能性もあると。もしかしたらこのバレットクラブリーダーのヒールとしてのジェイ・ホワイト選手ではなくて、まあ、その生え抜きとしてヤングライオン時代を過ごした、まあ、青い目のね、えー、真っ青なジェイ・ホワイト選手となって帰ってくる可能性も、えー、もちろんま、なくはないかなっていうふうに思うんですよ。 まあ、それか、あるいは、まあ、その家族のいるね、アメリカの地で、まあ、そっちの、こう、アメリカのニュージャパン、新日本ペースを盛り上げる道を選んでいくかもしれないと。まあ、どちらにせよただこう J、J. ホワイト選手が新日本ペースを退団してしまったっていうふうに悲観するのは、少しね、早いかもしれないかなっていうふうには、ちょっと今回思いましたね。 そして最後の3つ目、こちらがね、え、菊涼選手の才能の高さがすごいってことなんですけど、まあこれもやっぱ実際僕はもうその通りかなというふうに思いますね。まあ今回のこのケリーさんの言う通り、やっぱあの J. ホワイト選手の引退試合の相手を務め上げるっていう、すごいやっぱこう大役を任せられて、しかもその役割をきっちりこなしたのが、まあ菊涼選手であると。まあ菊涼選手ってちょっと前までは、なんかこうヤングライオン上がりというか、すごいこういろんな選手に対して、まあいわゆる負け役みたいなこう負けポジションになっていたんですけど、ただ 最近のヒクレオ選手見てもらったらわかるんですけど、非常にこう戦績いいんですよね。で、しかも、その勝ち方っていうのもすごく良くて、まあ、非常にこう新日本プレスで現在一番背が高いっていう圧倒的体格にこのタマトンガ選手たちの血をついでるんで非常に整った要所をしていると。さらには、すごい大きいんだけどシャープな体つきなんで、スピードもあるし、しかもこう説得力抜群の技の数々を持っているということで、間違いなくやっぱこうヒクレオ選手って現在新日本プレスから 非常にこうプッシュ押さえている存在ですし、まあ、将来のエース候補として育成されているのは間違いないかなっていうふうに思うんですよ。で、まあ、今回残念ながらねニュージャパンカップにはエントリーこそされなかったんですけど、まあ、本当に今後の活躍にはね僕は期待しかないかなっていうふうには思ってますね。 はいといとうわけでね今回は J ・ホワイト選手に関しての話をしてきたんですけど今回このインタビューに答えたケビン・ケリーさんの言うとおりまだ J ・ホワイト選手というのはね新日本プレスを対談やめたわけではないんですよ。 まあ確かに、こう WW に行くんじゃないかとか AW に行くんじゃないかとかいろんなこう説があったりして、まあ実際 J ホワイト選手も日本に来ない可能性っていうのも、もちろん十分あるんですけど、何やらこう J ホワイト選手と新日本プロレスっていうのはまだこう繋がっている可能性っていうかそういう伏線が残されていますので、一体じゃあ J はね、今後どのような道を進むのかというところは非常にこう気になる部分かなっていうふうには思いますね。 まあ個人的にはね、僕のまあ一番の理想書と言いますと、まあそのヒールじゃ、ヒールではなくて、そのベビーフェイスとなって、ジェイ・ J. ホワイト選手がひげとか剃って、なんかすごいキラキラした目で帰ってきてくれたりすると、もう本当にまあ大歓迎ではあるんですけど、 まあでもやっぱ実際のところ僕は予想するには、やっぱ今後はまあアメリカでの活動が主軸になっていくのかなっていうふうには思ってますね。まあこのニュージャパンストロングとかを中心に、たまにこう AEW に上がったりとか、その他のインディー団体に上がったりとかしながら、結婚されたばかりの奥様とかね、まあ今後生まれるであろうお子様とかと一緒に幸せに生活していくのかなっていうふうには、ちょっとまあ個人的には予想していますね。 まあどちらにせよね、今後の J. ホワイト選手の活躍からはね、目が離せそうにないかなっていうふうには思いますね。またね、新しい情報を入り次第動画にしてね、皆様にお届けしようと思いますので、今回はこのあたりにしようと思いますえ。というわけでね、今回のお話は以上になります。僕の動画ではこんな感じで、新入ペースに関するね、高速情報なんかは動画をどんどん発信していきますので、ぜひ、ね、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。あと僕に話しておしいリクエストありましたら、Twitter、えー、の DM にね、送っていただけますと動画の方で 検討するかもしれませんので、えー、どしどしお待ちしておりますはいではまた次回の動画で会いましょう以上